GNU Emacs は最も有名でかつ最も多く移植されている Emacs テキストエディタであり GNU プロジェクト創設者のリチャード・ストールマンにより作成された GNU Emacs は他の Emacs 系エディタと同様にチューリング完全なプログラミング言語で拡張可能である GNU Emacs は今日利用できる最もパワフルなテキストエディタと称されている GNU Emacs は基盤となるシステムからの適切なサポートにより複数の文字集合を含むファイルを表示することが可能だが1999年の時点ですでにほとんどの人間言語を同時に表示することが可能であった。GNU Emacs はその歴史を通じて GNU プロジェクトの中心となるコンポーネントであり、さらにフリーソフトウェア運動のフラグシップである。 GNU Emacs は他の Emacs 派生と区別する場合に NewMacs と略されることがある。GNU Emacs の歌い文句は拡張可能で自己説明的なテキストエディタである。GNU プロジェクトの創設者であり、GNU Emacs の作者であるリチャード・ストールマンリチャード・ストールマンは1976年に初代の Emacs を書き、1984年に プロプライエタリであるゴスリング EMAX のフリーソフトウェアによる代替物を作成するため GNUEMAX の作業を開始した。GNUEMAX は当初ゴスリング EMAX をベースとしていたがストールマンがゴスリング EMAX のマクリスプインタプリタを本物のリスプインタプリタへと置き換えようとしたところゴスリング EMAX のコードの大半を書き換える必要があった。 GNU Emacs は創世期の GNU プロジェクトがリリースした最初のプログラムとなった。GNU Emacs は C 言語で書かれており、拡張用言語として Emacs Lisp を提供する。Emacs Lisp もまた C 言語で実装されている。最初の公式リリースであるバージョン13は1985年3月20日に発表された。 最初に広く反布された GNU Emacs のバージョンは1985年に登場した15.34であった。GNU Emacs のバージョン番号は 1XX のように最初の桁が C コアのバージョンを表すよう裁判されていたがバージョン1.12が出された後でも C コアのメジャー番号が変わりそうにないため先頭の位置をなくすことにした。このため バージョン番号は1から13にスキップした。そして、ユーザーサイトによる変更を表すため、3番目のバージョン番号が新規に追加された。現在の裁判スキームでは、2番目の数はリリースバージョンを表し、3つ目の数は開発バージョンを表している。GNU Emacs は後にユニックスへと移植され、コスリング Emacs よりも多くの機能を提供した。 その中でも特に代表的な機能は GNU Emacs の拡張言語としてフル機能を搭載リスプである。それから芝叩く間に GNU Emacs はゴスリング Emacs にとって代わりユニックス Emacs エディタのデファクトスタンダードとなった。マーカス・ヘスは彼の1986クラッキングスプリーで GNU Emacs 電子メールサブシステムの セキュリティ上の弱点を悪用し、ユニックスコンピュータ上でスーパーユーザーアクセス権を取得した。1999年までユーザーがパッチやイリスクコードをネット EMAX ニュースグループに提出することが多かったが、現在と比べ GNUEMAX 開発への参加は制限されており、ガラントバザールにおいてガラン開発スタイルの例として挙げられた。それ以降、 GNU Emacs プロジェクトは公開された開発メーリングリストと匿名 CVS アクセスを採用した。開発は2008年まで単一の CVS トランクで行われていたが、現在では分散型バージョン管理システムである Git が使われている。リチャード・ストールマンは GNU Emacs の主要なメンテナのままだったが、時代が進むにつれ役割から後退していった。 2008年以降は、ステファン・マニーヤとチャン・アドングがメンテナンスを監督するようになった。2015年9月21日に、マニーヤは EMAX25 の機能凍結をもって事実上のメンテナのまま辞任することをアナウンスした。2015年11月5日、長期にわたり貢献してきたジョン・ビーグリーが新しいメンテナとなることがアナウンスされた。 C と EMAX リスプからなる GNU-EMAX のソースコードは GNU ゼネラルパブリックライセンス規約の下で調査、修正、再販布のため自由に入手できる。古い版の GNU-EMAX のドキュメントは修正版の複製にあるテキストの挿入を必要とする個別のライセンスの下でリリースされた。例えば GNU-EMAX ユーザーズマニュアルには GNU Emacs の入手方法と、リチャード・ストールマンの政治的エッセイ、GNU 宣言が含まれていた。フォーク時に古い GNU Emacs のマニュアルを継承したゼマックスのマニュアルも同じライセンスである。一方、新しい版の GNU Emacs のドキュメントは、GNU フリードキュメンテーションライセンスを用い、普遍部分を利用して同じドキュメントの方眼を要求しつつ、マニュアルが GNU マン n ズであることも宣言している。GNU Emacs では、コピーレフトの強制を容易にするため、すなわち FS、FSF が軽装に入った時に、法廷でソフトウェアを守れるようにするため、著しい量のコード寄贈は著作権者が、自身の著作権を適切に放棄、または、フリーソフトウェア財団に移常した時だけ受理する、方針になっている。この方針の唯一の例外は、 ミュールのコードで著作権者が日本国政府で著作権の異常が不可能であった。些細なコード寄贈やバグ修正にはこの方針は適用されない。些細かどうかの厳密な定義はないが指針として10行未満のコードは些細とみなされている。2011年 GPL により意図された精神に反して該当するソースコードが存在しないバイナリを2年間に 渡りリリースしていたことが発覚した。ストールマンは大変重大な誤りとしてこの事件について述べ、この誤りはすぐに修正された。当然のことだが、下流の再販復者が技術的に GPL 違反をしたのは彼ら自身の誤ちではない、ため、FSF は誰も訴えなかった。GNUEMAX による複数のディレットバッファの 編集 GNU Emacs による C ソースコードの編集 GNU Emacs による C コードの編集とコンパイル基本的な操作は GNU Emacs からのフォークとして始まった。ゼ e m a スとその後継版は GNU Emacs とおむね互換性がある。カーソル移動などは矢印キーを使って行うこともできるが主要な大部分の操作は コントロールキー、メタキー、スーパーキーなどを押し下げたまま別のキーを打鍵することで行うことができる。6と比較した場合、6が編集モード、カーソル移動モードの2つのモードを持つのに対し、EMAX はそのようなモードを持たない。ただし EMAX 上で6の操作をエミュレートするエミュレータもいくつかある。なお、EMAX ではコントロールキーを押しながら A 押すことを ca と表記し、メタキーを押しながら a を押すことを ma と表記する。本校でも以下この表記を用いる。キーの多くは英語の頭文字に従って割り振られているので、どのキーがどの操作に対応しているのかを比較的簡単に覚えることができる。例えばカーソルを右、左、上、下に動かす操作は、それぞれ cf,cb,cp、CB CP CN であるが、これはそれぞれフォワード、バックワード、プリービアス、ネクストの略である。EMAX では2ストローク以上のキー操作も多数用意している。例えば CXCS でファイルを保存する。キーの割り当てられていないコマンドも多くあり、それらは MX を押してからコマンドを入力することで実行する。なお、 CHT あるいは CHT でチュートリアルを表示させることができ、そのまま操作方法を学習することができる。GUI で EMAX を使っているとき、キーボードの代わりにメニューバーやツールバーからもコマンドを呼び出せる。しかし、経験豊富な EMAX の利用者には、必要なキー操作を一旦記憶してしまえばより早く、操作でき便利なキーボードからのコマンド呼び出しの方が、 好まれている。すべての編集コマンドは、実際は、EMAX リスプ環境の関数を呼び出す。文字 A を挿入するコマンドの A を叩いただけでも、関数を呼び出す。一部の EMAX コマンドは、外部プログラムを呼び出し、プログラムの出力を解析し、EMAX に結果を表示することで、機能している。GNUEMAX は、通常の編集モードにおいては、 他のテキストエディタと同じように振る舞うため、ユーザーは対応するキーで文字を挿入でき、さらに矢印キーで編集場所を移動できる。エスケープキーシーケンスを入力するか、または、コントロールキー、メタキー、a LT キー、スーパーキーのうち一つ以上のキーを通常キーと同時に押すことにより、就職キーストロークを発生させて、EMAX リスプ環境から関数を呼び出す。 セーブバッファーやセーブバッファースキル EMAX などのコマンドでは複数の就職キーストロークを組み合わせる。GNUEMAX のコマンドの中にはスペルチェック用のエスペルやプログラムコンパイル用の GCC などのように外部プログラムを呼び出して処理を行うものも存在する。GNUEMAX はこれら外部プログラムの出力をパースして GNUEMAX に結果を出力する。 e m a x s は、回プロセスもサポートする。回プロセスとは、e m a x バッファと相互に影響し合う長寿命なプロセスであり、シェルモードの実装に使われる。このモードでは、各種プログラミング言語用のリードエヴァル、プリントループモードやユニックスシェルを回プロセスで起動する。GNU e m a x は、外部プロセスをサポートしているため、インターリスプやスモーアルトックの行に沿った。 対話型プログラミング用環境として GNU Emacs は魅力的なものである。IBM Common User Access、Style、のキーを好むユーザーはーアモードを使うことができる。このモードはもともとサードパーティーのアドオンであったがバージョン22以降の GNU Emacs に含まれるようになったパッケージである。Emacs は状態を表したり情報を要求するためにミニバッファを利用する。 通常、ミニバッファは一番下の行に存在する。ミニバッファが果たす機能は、ほとんどの GUI では、一般的にダイアログボックスが果たす機能である。ミニバッファは、検索対象となるテキストや、読み込みや保存を行うファイル名などの情報を保持している。該当する場合、タブキーやスペースキーでコマンドライン保管ができる。EMAX は、 バッファと呼ばれるデータ構造でテキストを保持する。バッファは画面に表示することも非表示にすることもでき、さらに Emacs リス s プ,プログラムやユーザーインターフェースから全てのバッファ機能にアクセスできる。ユーザーは新しいバッファを作成したり不要なバッファを消去することができ、複数のバッファを同時に存在させることもできる。Emacs が使える。 バッファ数はハードウェアメモリが許す限り増やすことができる。上級ユーザーは自身の作業と関係のある様々なタイプの開かれたバッファを数百個蓄えることもある。バッファの中にはテキストファイルから読み込まれたテキストバッファなどのようにユーザーが編集したり永続ストレージに保存することができるものもある。このようなバッファをファイルを訪問しているバッファと呼ぶ。 バッファーはこれ以外にも、EMAX コマンドの出力、ディレットディレクトリ一覧表示、ヘルプライブラリーが表示するドキュメントの文字列、および EMAX 以外のエディタでは、ダイアログボックスに表示される通知メッセージなどのデータを表示する役割も果たす。GNU-EMAX はこれらの通知をミニバッファーへ簡潔に表示し、さらに、それら通知の最新履歴を保持するためにメッセージ図。 バッファを提供する。バッファは、シェルや、レプルなどの外部プロセスに対する入出力エリアとしての役割も果たす。ユーザーバッファと区別するため、EMAX が独自に作成する、バッファ名には最小と最後に、アスタリスクが付くことが多い。開かれているバッファの一覧は、それ自体がこのタイプのバッファに表示される。EMAX キーシーケンスのほとんどは、どのバッファでも機能する。例えば、 標準 CTRL-SI Search 機能はディレットバッファでファイル検索のために使うことができ、さらにそのファイル一覧を他のすべてのバッファと同様にテキストファイルへと保存することもできる。ディレットバッファを書き込み可能モードに切り替えるとファイル名や属性をテキストベースで編集することができ、さらにその場合にディレットバッファを保存すると変更した箇所が ファイルシステムに書き込まれる。これにより e m a x の検索及び置換機能を利用して複数のファイルを解明することができる。さらに装備すると GNUEmacs はバッファに画像ファイルを表示する。GNUEmacs はバイナリセーフで8ビットクリーンである。Emacs は編集領域をウィンドウと呼ばれるエリアに分割できる。 e m a x では GUI が普及するよりも前の1975年からすでにウィンドウ機能を使えるようになっていた。e m a x 用語におけるウィンドウとは他のシステムではフレームやペインと呼ばれるものと類似している。ウィンドウは独自に更新や対話ができるプログラムによる表示の矩形部分である。e m a x では各ウィンドウにそれぞれモードラインと呼ばれる。 ステータスバーが存在し、デフォルトでは、ウィンドウの最下端に表示される。EMAX ウィンドウは、テキスト端末でもグラフィカルモードでも使うことができ、さらにウィンドウにより、複数のバッファや、一つのバッファにおける複数の部分を、同時に見ることが可能となる。一般的なウィンドウの応用例としては、カレントディレクトリのファイル一覧に加えて、ディレットバッファを表示したり、あるウィンドウで、 プログラムのソースコードを表示しながら別のウィンドウにプログラムをコンパイルした結果のシェルバッファを表示してプログラムを起動しているシェルバッファと一緒にデバッカーを起動したりマンページや他のドキュメントを表示しながらコードを処理したり C ベースの言語用ヘッダとその実装ファイルなどを同時に編集するため複数のファイルを表示したりなどができる加えて バッファーの重複しない部分を表示するようウィンドウを連鎖させるフォローモードが存在する。フォローモードを使うと一つのファイルをスクロール時に適切に更新される複数の並列ウィンドウに表示する。EMAX ウィンドウはタイル型であるためウィンドウが前面や背面になることはない。EMAX は複数のフレームを起動することができる。フレームは グラフィカル環境で個々のウィンドウを表示するためのものである。テキスト端末上で複数のフレームを作ることができる。テキスト端末において複数フレームは端末全体を満たすよう積み重ねられて表示され、標準 EMAX コマンドを使うことでフレームを切り替えることが可能である。GNUEMAX は様々な異なるタイプのテキストを編集でき、主モードと呼ばれる。 アドオンモードに入ることで、編集するテキストの種類に応じて振る舞いを適用させる。普通のテキストファイル、多くのプログラミング言語のソースコード、HTML ドキュメント、Tex や l a t e x ドキュメントや、多くの多種のファイルタイプ用に、種モードが定義されている。各種モードは Emacs i s p 変数を調節するなどして、固有の型のテキストに都合よく振る舞うように作られている。 主モードは通常以下のような共通機能の一部またはすべてを提供する副モードで GNU Emacs の振る舞いをさらにカスタム化することもできる。バッファを編集する GNU Emacs は一つの主モードしか使えないが副モードは複数同時に操作できる。C 言語用の主モードへ人気のある字下げスタイルごとに 個別の複モードを定義するなどのような方法により、複モードをドキュメント上で直接操作したり、複モードで編集環境を変更することができる。後者の例としては、ウィンドウ構成の変更をアンドする能力を追加するモードや、オンザフライなシンタックスチェックを実行するモードなどが挙げられる。複数のプログラミング言語が埋め込まれたドキュメントを編集する際に便利なため、 複数の主モードを単一のファイルで使えるようにする複モードもある。GNU Emacs はテキストエディタユーザーインターフェースを表示しないリスプ、言語用インタープリタとしての使用もサポートしている。バッチモードではユーザー設定はロードされず端末割り込み文字の CC と CZ は Emacs のキーバインディングを呼び出す効果ではなく、プログラム終了や 実行中断をする通常の効果をもたらす。GNU Emacs は、ロードおよび実行するためのファイルや、コマンドラインから渡せる Emacs リスプ関数を指定するためのコマンドラインオプションを持つ。Emacs が開始されると渡されたファイルや関数を実行し、結果を出力してから終了する。u s ユズビ Bin, Emacs ス,スクリプトという指板の行で、 e m a x s Lisp のスタンドアロンスクリプトを作成できる。バッチモードは e m a x のモードそのものではないが e m a x プログラムの代替実行モードとして説明される。ビルトインドキュメントとは別に GNU Emacs には異常に長くて詳細なマニュアルがある。リチャード・ストールマンによって書かれた GNU Emacs マニュアルの電子コピーは GNU Emacs にバンドルされ、 ビルトインインフォブラウザで閲覧できる。ビル・ルイス、リチャード・ストールマン、そしてダン・ラリー・ベールテによる EMAX リスプレファレンスマニュアルとロバート・チャッセルによるア Introduction 2 Programming in EMAX リスプの2つの追加マニュアルも含まれる。これらのマニュアルはすべてフリーソフトウェア財団により書籍形式でも発行されている。ゼマックスのマニュアルは GNU EMAX マ,マニュアルと 類似しているが、ゼマックスのソフトウェアは、GNUEMAX からフォークされたと同時に、マニュアルもフォークされたからである。GNUEMAX は、多種のアルファベット、文字体系、表記体系及び文化的監修をサポートしており、エスペルのような外部プログラムを呼ぶことで、多数の言語のスペルチェックを提供している。バージョン24には、アラビア語、ペルシア語、そして、 ヘブライ語といった言語のため、横書きにおいて、左横書きと右横書きとを混在して書く、機能のサポートが追加された。UTF-8 を含む多数の文字コードをサポートしている。GNUE Max はバージョン23から文字コードに UTF-8 を使うが、それ以前のバージョンでは固有の内部文字コードを使い、読み書き時に変換していた。ZEMAX が使う内部文字コードは、 以前のバージョンの GNU Emacs のものと類似しているが、詳細は異なる。GNU Emacs ユーザーインターフェースは、ビギナーのチュートリアルを除き英語で開始され、それ以外の言語には翻訳されていない。EmacsPeak と呼ばれるサブシステムにより、視覚障害のあるユーザーや、盲目のユーザーが、オーディオフィードバックを通じて、エディタをコントロールできる。 GNU Emacs の日本語版として n e m a x が他国語対応版として MULE が開発された。n e m a x および MULE は電子技術総合研究所の半田健一らによるものである。MULEMULE はアラビア文字などの右から左へ記述する文字を含めた複数の文字集合の一ファイル中での混在と編集が可能であり中国や タイ等多くの国や地域で企画化された文字集合をサポートするなど、先進的かつ実用的な多様技系処理系であった。日本語、GNUEMAX 日本語、GNUEMAX は、東京大学の平野聡と大阪大学の東田学部によって、フリーな DOS エクステンダーの 532DJGPP を用いて、MSDOS 上に移植され、DMAX と呼ばれた。 オークテックスを利用している GNU Emacs。オークテックスは Tex やレイテ t e x ドキュメントを編集するツールのセットである。GNU Emacs の振る舞いは新しいコマンド、新しいバッファーモード、新しいキーマップなどを定義したり、コマンドラインオプションを追加するための組み込み Emacs リスププログラムにより、ほぼ制限なく修正したり拡張することができる。 ユーザー向け機能を提供する拡張の多くは、主モードを定義する。その他の拡張には、コマンドや、副モードのみを定義するものや、別の拡張を補強する機能を提供するものなどがある。GNU Emacs のインストールには、多くの拡張がバンドルされている。バンドルされていない拡張は、ルーズファイルとして、ダウンロードされ使用されていたが、バージョン24より管理されたパッケージや、 パッケージダウンロードサイトが発展してきている。これらのパッケージは、拡張をダウンロードしてインストールし、さらに最新の状態に維持するためのビル、トインパッケージマネージャーを利用する。以下に、主な拡張の例を示す GNUE Max は、リスプベースのコードをロードし解釈することによる、パフォーマンスのオーバーヘッドが発生するため、初期の実装時点では競合する。 テキストエディタよりもシステム上における実行が著しく遅かった。現在のコンピュータはスローダウンせずに GNU Emacs を起動するほどパワフルであるが19.29以前のバージョンでは 8MB 以上のファイルを編集できなかった。このファイルサイズ制限はバージョンを通じて存在したが GNU e m a c s 十三点以降の十二ビットバージョンではメガバイトまでの サイズのファイルを編集できる。64ビットマシンでコンパイルされた EMAX ではさらに大きいバッファを処理できる。GNUEMAX は最も移植された飛翔用コンピュータプログラムの一つであり、DOS、Microsoft Windows そして OpenBems を含む様々なオペレーティングシステム上で動作する。EMAX23.1 でサポートが削除された。 時代遅れのプラットフォームの中には VMS や大半のユニックス派生などすでに開発が終了していたものもある。GNU Emacs は Linux、BSD 派生、Solaris、X、HPUX および MacOS などのほとんどのユニックス系オペレーティングシステムで利用可能でありシステムインストールパッケージに含まれていることが多い。Android や Nokia、ok、の前模様の GNU Emacs ネイティブ移植が存在する。GNU Emacs はテキスト端末と GUI 環境の両方で動作する。GNU Emacs は UNIX 系オペレーティングシステム上で X-Window システムを利用できるため、アテナウィジェッツを直接利用したり、モチーフ、レスティーフ、または GTK などのウィジットツールキットを利用することで GUI を作成することができる。 GNU Emacs は MacOS や Windows といった各プラットフォームのルックフィールにより密接に適合したメニューバー、ツールバー、スクロールバー及びコンテキストメニューを提供するため MacOS や Windows のネイティブなグラフィックスシステムを利用することもできる。Emacs は元は文字端末での利用を前提に設計されていたものであるが少なくとも GNU Emacs バージョン18では、XWindow システムアプリケーションとしてコンパイルすることもできた。しかし、その実装方法は、自前の端末エミュレーターを立ち上げ、その中で動くというものであり、Window システムの持つ機能を十分に発揮するには至っていなかった。このためゼ e m a c s などのプロジェクトが生まれたが、GNU Emacs 自身も徐々に GUI に対応していった。 e m a x バージョン21よび z マ m a スでは、グラフィックス機能が強化されており、バッ不ァ中で複数のサイズやスタイルのフォントを混在させることもできる。また、画像を表示させることもでき、イメージマジックと連携して様々な画像ファイルを開くことができるようになった。2009年の GNU e m a x s 2 3では、フォントの扱いが大きく変わり、 トルータイプフォントが自由に使えるようになった。Windows 現在は GNU Emacs 自体をビジュアル C、または s グ g ィン n でコンパイルすることが可能である。バイナリ形式でも配布されているので ZIP を展開するだけで Windows 上で Emacs が使用可能である。日本ではかつて宮下直により Win32 アプリケーションとして Mule2.3 をベースにした。 ミュール4イン32、そして GNUE Max20 をベースにした MEDO が Windows 上に移植、開発され、広く使われていた。2004年7月7日には GNUE Max21 をベースにした MEDO2 がリリースされたが GNUE Max22 項には対応していない。一方、上記のバイナリは日本語 IME からの入力に問題があるためパッチを当てて、 シュグウィンでビルドしたニューパックが使われるようになってきている。SKK のような GNU Emacs 上の入力システムを使い、Windows 上の日本語 IME を使用しない場合は、公式のバイナリをそのまま使えばよい。Win32 で動く Emacs を NT-Macs と呼ぶこともある。MacOS MacOS は最初から GNU Emacs が インストール済みだが、標準では GUI が使えない。センタニセー政治が GNU Emacs 22を MacOS の Carbon API を使って GUI 対応した Carbon Emacs が使われてきたが GNU Emacs 23からは GNU Emacs そのものが、o こ,こは API を使った GUI で動くようになり、Configure に w i h Nanosecond Option をつけるだけで GUI で動く。 e m a x をソースからビルドすることもできる。その他 GUI をアクアとした a c マ m a スなど多数のバリエーションが存在する。MacOS ではコントロールキーの他にコマンドキーとオプションキーが用意されており、そのどちらかをメタキー、もう片方をスーパーキーとして使うことができる。スーパーキーの割り当ての一部は MacOS の標準のキー割り当てとよく似ている。 ただし、その副作用として、本来のオプションキーとしての機能は使えなくなってしまう。例えば、日本語キーボードでは、バックスラッシュをオプション円記号で入力する必要があるので、特別な対応が必要となる。GNU、Linux 上の z マ m a x 21.5991年初頭、GNU Emacs 19の初期アルファ版をベースとして、 ジェイミー・ザインスキーとルーシット社の人たちによりルーシット EMAX が開発された。コードベースはすぐに2つに分割され、開発チームは単一プログラムとして併合しようとすることを諦めた。これはフォークしたフリーソフトウェアのうち初期の最も有名な例の一つである。ルーシット EMAX はゼマックスと名前を変え、EMAX の中で GNUEMAX に次いで2番目に、 有名な派生となった。ゼマックスの開発は2009年1月に最新の安定版であるバージョン21.4、22がリリースされてから遅くなっていき、その一方で GNU Emacs は以前はゼマックスにしかなかった機能の多くを実装していった。このため一部のユーザーはゼマックスの死を宣言するようになった。ゼマックスほど有名ではない GNU Emacs の フォークには以下のものがある EMAX を新しいリリースにアップグレードして得られる変更は EMAX と一緒に配布されるニュースファイルにリストされる。以前のリリースへダウングレードして得られる変更はアンティニーズファイルにリストされる。ありがとうございます。